皆様こんにちは。ただいまご紹介いただきました平出俊恵と申します。私は日本酒文化を世界に発信することで日本の地方の多様性、また現在、ワインツーリズムで、海外の観光客をたくさんフランスの国に呼び込んでいる、フランスの国が8000万人ものインバウンド観光を実現しておりますが、それを日本酒でもぜひ実現していきたいという大きな夢を持っております。本日は日本酒の国際化に貢献されている3つの蔵元さんにお越しいただきました。皆さんこちら向かって私の方から浦霞醸造元株式会社サウラの代表取締役社長サウラ光一様です。また蓬莱泉醸造元関谷醸造株式会社代表取締役関谷武様です。また天狗舞醸造元株式会社シャタ酒造代表取締役シャタ和成様です。こちらの3蔵の皆様のお酒を、今皆様の前に3種類ご用意しております。後ほど蔵元さんご自身からお酒のご説明もございますが、またおつまみはですね、今日のお題である日本酒を世界酒へということで、世界の海外の食材にも日本酒が合うということをぜひこの場で皆様にも体験していただきたいということで、ハムやチーズなどそういったものをご用意しております。ぜひこの場でお試しいただきたいと思います。少しずつお飲みになりながら、お楽しみください。まずはですね、この後今回おいでいただいた蔵元さん方が、深く関わられた日本酒の海外振興戦略といいますか、そういった取り組みなどについてご紹介させていただきます。海外に日本酒を広めていくためには、日本酒がアルコール飲料であるということから、どの国でもアルコールを売るライセンスを持っている方々に日本酒に親しんでいただかなければ広がっていきません。現状日本酒はまだその生産量の 2% しか輸出されておりません。それは金額で言いますと110億円ほどです。フランスはその半分ほどのワインを輸出しておりまして、その金額は8000億円とも言われております。ですので日本酒は主に食中酒として楽しまれておりますので、海外で同じ醸造酒であるワインをよく飲まれる方々に、おすすめするべくですね、そういったワインの専門家が日本酒を、紹介してくださる、その市場に紹介してくださるということを、全世界で最大規模の、ドキュメンタリーチャンネルであるディスカバリーチャンネルにそういった番組を制作いたしました。これは、今回の主催である農水省の事業の一環なんですけれども、日本酒の蔵元さんは 90% 以上が中小企業です。こういった国の支援で海外の市場に向けての大きな発信というものを、していこうというのがこのディスカバリーチャンネルの目的なんですけれども、ぜひその、制作しました3分間の映像をぜひご覧になっていただきたいと思います。皆さんいかがでしたか。世界の名だたるワインの専門家が口々に日本酒を褒めたたえてくださって、また食事との相性について語ってくれていました。また、あちらの授賞式の最後でチャンピオン酒になった北谷さんですね、福岡八女市の蔵元さんですが、あちらの最高責任者のサム・ハロップ氏がですね、所在地を聞いていました。ああいうふうに、素晴らしい品質のお酒を世に出すことで地域を世界に発信することができます。さてこれから本日お越しいただきました蔵元さん方改めてご紹介いたしますが、まずこちらのお三方は、
日本酒を世界酒にする私の活動の同志のような蔵元さん方です。この世界最大規模の今皆さんに見ていただいたワインコンペティションインターナショナルワインチャレンジに日本酒部門を創設するにあたりまして、若手の蔵元の全国組織がパートナーになりまして全面的にサポートしておりますが、その日本酒部門を作った2007年当時、会長であった、浦賀澄の佐浦社長です。佐浦さんにお話をいただく前にですね、もう一つの日本酒を世界酒にというか地域を発信にという、今回取り組みをあちらのブースでご紹介しておりますが、アプリを、制作いたしました。浦賀澄のお酒のラベルをかざすと、そのラベル認証で地域の情報、お酒の情報が出てくるアプリです。その、制作しました映像をまずご覧いただきます。ご覧ください。宮城県塩釜市、古くから物流の拠点としてまた漁港として栄えた港町です。港を見下ろす高台に立つ塩釜神社、平安時代の初め、今から1200年ほど前にはすでに人々の信仰を集めていました。佐浦の創業は1724年と言われています。以来塩釜神社にお神酒を奉納し続けてきました。代表銘柄は浦賀澄、原料米は米の名産地でもある地元宮城県のお米を主に使います。千枚から水切りまでの工程は厳しいくらいに正確な時間配分で行われます。受け継がれた技と確かな経験による酒造りが佐浦の特徴です。隣接する浦賀澄酒ギャラリーは宮城県内限定のお酒や酒器などを展示販売しています。引き酒カウンターではお酒の試飲もできます。塩釜港で水揚げされるマグロやカキなど豊富な海の幸、地域の食文化に合う酒造りを続けています。佐浦さん、蔵のご紹介など、また海外への取り組みなどよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。ただいまご紹介いただきました浦賀澄醸造元の社長を務めております佐浦と申します。まずお酒がもう出ておりますので お酒の説明ですね。私ども の
試飲していただくお酒は浦霞膳という純米吟醸です。これは私どもの看板商品で昭和48年から発売しているいわゆるその市販の吟醸酒タイプのお酒では草分け的な歴史のあるお酒だと思っています。やはり今の画像にもありましたように、私どものところは港町、そしてその新鮮な海の幸が豊富に入る食文化で育まれてきたお酒ですので、今日のおつまみには普通の皆さんが想像されるおつまみとちょっと違うものも入っていると思いますけれども、やはり海の幸シーフードが非常に合いやすいお酒かなというふうに思っております。今のアプリの映像ですけれども、そうですね、どこを一番この中で強調したかったかというと、全部なんですけれども、やはりお酒を楽しんでいただくというときはそのお酒そのものだけではなく、そのお酒が生まれてきた歴史や風土、そしてその食文化的な背景を理解していただくとまた味わいが違ってくるというふうに思うんですね。でそういった意味では非常にその見やすいといいますか、分かりやすいことを詰め込んでいただいているので、非常に私もこれを最初デモで見たとき嬉しく思った次第です。どうもありがとうございます。佐浦さんは今酒造組合中央会の、需要開発委員長もされていて、海外へいろいろ業界団体の代表としてのお立ち回りがあるかと思うんですが、海外のお取り組みとかは特にご紹介できるような、そうですね、たくさん終わりとは思うんですが、ちょっと、はい、海外も具体的には1999年から例えばフランスのボルドで開催されるビネクスポに有志の蔵元と出展してきたり、しかし最初は自社のお酒というよりは日本酒自体を紹介する活動の方が多かったと思います。で具体的に主体的に取り組むようになりましたら、やはりインターナショナルワインチャレンジで私も関わってきましたので、ロンドンの市場との縁ができて、それで今は年に何回かロンドンに行って、日本酒全体のみならず自社の商品を PR しています。やはり現地の流通の方としっかり協力をし合いながら、日本と同じなんですけども、やっぱり地道にお酒を説明しながら紹介しながら足を運んでという活動が非常に浸透するためには重要だなということをつくづく感じているところです。ご本人を前にして申し上げるのもなんですが、やはり立ち上げの時から非常に熱心に佐浦さんがこの IWC 日本酒部門を取り組んでくださって、IWC の本部の人たちとも大変いい人間関係を作ってくれたためにですね、日本酒部門はワインは全世界から1万2000銘柄も集まるんですが、海外の大会では最大とは言っても日本酒部門は、昨年最大で725銘柄だったんですね。ですからその出品数の割合から言うとまだまだ少ないんですけれど、非常に日本酒部門に対して IWC の上の方が配慮がいろいろあるのは、やはり人間関係かなっていうふうに、佐浦さんのおかげかなというふうに思っております。では続きまして、その若手の会の45歳で定年して上の会に皆さん卒業されていかれるので現会長の関谷醸造の関谷社長です。関谷さんからお話しいただく前に、先ほどと同じように関谷さん の蔵のアプリを皆様にご覧いただきます。よろしくお願いします。愛知県設楽町。愛知県北東部に広がる三河山間地域の中央に位置する山里です。名物は獅子鍋、鹿肉のソーセージ、川魚の甘露煮など、正月2日に行われる津具花祭りは多くの舞や神事が夜を徹して行われます。関谷醸造の創業は1864年、代表銘柄は蓬莱泉です。蔵の中は明るく開放的、
フロアには巨大なタンクが埋め込まれ、伝統の技と近代的な設備による酒造りが行われています。隣接する店舗では商品の購入も可能です。本社蔵からさらに山奥に行くと大きなトンネルが。大きく頑丈な鉄扉の中を奥に進むといくつもの熟成用のタンクが並んでいます。一年を通して一定の温度湿度が保てるトンネルがお酒の熟成には最適な環境なのです。トンネルのそばには吟醸工房があります。ここでは通常の酒造りのほかにお客様の好みに合わせたオリジナルのお酒も作ることができます。工房内の販売店では商品の購入も可能です。四季の変化に富むこの地で季節に合わせたお酒を作り続けます。皆様、どうぞお酒の方もお召し上がりになりながらお話の方を聞いていただければと思います。今日おつまみの方もせっかくご用意いたしましたので、ぜひ生ハムやチーズ、それからぜひ試していただきたいのはですね、マーマレード。このマーマレードがもう意外なほど日本酒に合いますので、ぜひお試しください。これは私2011年からコーディネートをさせていただいている外務省の在外交換庁の赴任前研修の大使や総領事の方の赴任前研修の日本酒講座でもこういったおつまみをご用意しまして、海外の食材にも合いますのでトップセールスでお願いしますということで召し上がっていただいているおつまみですので、ぜひ皆さんにもお試しいただきたいと思います。またすみました、じゃあ関谷さんお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。ただいまご紹介に預かりました蓬莱泉の関谷と申します。私どものお酒は、クーという蓬莱泉クーというお酒がそちら並んでいると思います。うちは水が非常に軟水なので、その軟水に由来したとても柔らかい酒質で、味わいです。と同時にですね、お酒を1年ほど熟成させてから瓶詰めさせておりますので、非常にその味わいが複雑なこととですね、やはりこうまろやかというか非常に丸みのある味わいというのが特徴になっていて、純米大吟醸というカテゴリーなんですけど、どちらかというとこう飲み飽きせずに、お料理に、食べ物なんかにも比較的合う酒質ではないかなと思います。ただいまご紹介いただいた蔵元の紹介 DVD というか紹介映像なんですが、これ結構実はギリギリになって急ぎで作ってまして、年末年始ぐらいに実は取りに来たんですけど、欲を言えばですね、うちは実は農業参入なんかもしてまして、地元が非常に愛知県でも山間部で高齢化が進んだ地域ですので、農家の担い手がいなくなってしまって、いわゆる耕作放棄地であるとか、遊休地が非常に多くなっている地域です。そういったところですね、担い手として、その問題を解消するためにうちで田んぼを受け入れて、で、今22ヘクタールほど自社で作って、全体の 15% ほどの米を、自分たちのスタッフで作っていると、そんな活動もしておるんですけど、そういうのはですね、さすがに夏じゃないと取れないので、本当は1年通してこう映像を取りだめして、作ると非常にいい映像になるのかなとちょっとお願いというか、をしたいと思います。今後これどんどん展開していくので、そちらの方ぜひ取り組みたいと思います。海外の取り組みとか、
はい、海外ですけど、うちはですね比較的まあ欧米というよりはですねアジア寄りにまあ軸足がありまして、主にアジアですと香港が比較的昔からやってることもあって、長いというか実績があります。まあ香港はですねシンガポールと同じくやっぱりアジアの、まあ、ゲートウェイというか非常にこうなんていうか情報発信の場であると同時にですね、まあ、中国というこれから非常に大きくなりそうな市場の、まあ、入り口でもありますので、そういった意味でも、まあ、香港をまあ、とは香港のこうパートナーとはですね、仲良くやっていきたいなというのを考えてますね。でそうですね、香港はあと関税もただですので、まあ、非常にいいお酒でも寝頃なまま向こうで販売につなげられるというものもありますし、まあ、その通関の手続きなんかも非常に楽な国らしいですし、そういった部分で非常に香港というのはこれからも伸びる余地のある市場だなと思います。ありがとうございました。香港の方はよく日本にいらっしゃる方が多いので、やはりまあこういった映像を見ていただいて、まあ、そのお酒の地元まで足を運んでいただく方をぜひぜひ香港でも増やしていけたらなというふうに思っております。ではシャタ酒造のシャタさん、シャタさんも酒侍のIWC の日本酒部門立ち上げの当時の、若手の会日本酒造青年協議会の副会長をされていまして、主にその時私と一緒に実務をしてくださっていたので、もうその時いろいろなことをもう本当に熱心にしてくださった方です。まずシャタさんも映像の方をご覧いただいてからお話をいただきたいと思います。石川県白山市、市の南部には富士山、立山と並び日本三名山に数えられる霊峰白山を有しています。古くから山岳信仰の対象とされ2000年以上の歴史を持つ白山姫神社は全国2000社以上の白山神社の総本宮です。白山を水源とする県内最大の河川手取川、その流れは日本海へと注ぎ流域には緑豊かな田園地帯が広がります。山沿いの鶴木地区で毎年10月初旬に行われる蓬莱祭りは800年以上も受け継がれている奇祭です。名物は日本海に面した三河地区で作られるフグのぬか漬け、九谷焼きなど伝統工芸の盛んなこの地方では美しい酒器の数々も作られます。シャタ酒造は白山のふもとに広がる田園地帯の中にあります。古くは水車による菜種油採取を行い多くの水車を持つことからシャタを名乗るようになったとも言われています。酒蔵の創業は1823年、白山の雪解け水と良質のお米が出会うこの地で酒造りを行ってきました。蔵の歴史を伝える生小塀、以前の蔵の塀がそのまま残されています。代表銘柄は山灰仕込み純米酒天狗米、きめ細やかで膨らみのある酒を作るため手間暇は惜しみません。
米のうまみを味わえる酒を作り続けます。では社田さんお願いいたします。はい、改めまして皆さんこんにちは。天狗米の社田でございます。今ほど見ていただいた映像なんですが、よそのオクラに比べて地元の描写が非常に長かったのではないでしょうか。というのはですね、これ作ったのが石川県の業者の方でして、石川のことをついつい盛りだくさんに入れたんではないかと思って見ておりました。で、私どもがですね、私どもの蔵の出させていただいている本日のお酒は、五輪というお酒です。メインブランドは天狗米というお酒でして、熟成した山廃仕込みという乳酸発酵の伴う脂肪の仕込み方をしたですね、非常に濃い味わいが特徴なんですが、この五輪というお酒は2006年にスタートした新しいブランドです。うまみとですね、酸のバランスを、整えて、食中に合うお酒という形で、販売させていただいております。ぜひですね、カマンベール チーズやですね、ハムと合わせてお楽しみください。そして私どものですね、海外への、取り組みなんですが、実は私が入社する前から20年近く前からですね、アメリカに対して、輸出を行っておりました。それがですね、近年、これから海外輸出を頑張ろうということを、10年近く前に、IWC の、酒部門の創設にも関わらせていただきまして、本格的にスタートしたのが3年前でございます。3年前からですね、今期までだいたい輸出量を、ほぼ倍増させております。主にですね、出しているところはアメリカと中国とシンガポールでございます。シンガポールにつきましては、通常ですと海外の輸出というと日本人がやってらっしゃる日系の商社の方で日本食の扱っているところに輸出をするというのがメインなんですが、シンガポールにつきましてはワインやウイスキーを扱っている商社の現地系の方に輸出をさせていただいております。通常とはですね、違うチャンネルでの輸出ということで新しい可能性を切り開いている現状でございます。以上です。社田さんありがとうございました。この IWC に日本酒部門を作った、時にですね、やはり一番実現したいと思ったことはですね、やはりその日頃ワインやそういったウイスキーやそういったものを現地で売っている方々に品質のいい日本酒を、紹介したいということです。また、先ほども何回か申し上げましたが、蔵元さんは 90% 以上が中小企業で地元のご商売なんですね。地酒屋さんですので、海外輸出というのは、言葉や文化が違って大変ハードルが高いです。また、多くの国が関税を設けていますので、行った時には地元の値段とはもう何倍にもなってしまいます。そうした時にそれを付加価値をつけて、ブランド化して、売っていくにはやはり現地の事情によく精通した現地のそのブランドのあるワインを扱っているような方々が日本酒も扱い始めてくださらないと日本酒は世界酒にならないだろうということで、IWC 日本酒部門、そういった方々と手を取り合ってという意味があります。そしてまた今回皆様に見ていただいたアプリなんですけれど、現在、日本酒の輸出に関しまして、ラベルが日本語のまま輸出されている日本酒がかなり多くあります。フランスや他の国々のワインは、ラベルにをワインの専門家がそのラベルを見るとですね、ある程度の情報が分かるということで、ラベルが語るんですけれども、日本酒の場合は日本語のままですとそれこそ日本人か日本語が分かる人しかラベルが読みません。ラベルが語らない状態だったんですね。ですので今回はもう今農水省の事業で、人材育成も関わらせていただいて、海外の日本酒の人材育成も関わらせていただいておりますが、そういった人たちをサポートする意味でも、なんとかラベルを語らせるように今のテクノロジーでできないだろうかということで、今皆さんが3分間で見ていただいたものすごい情報を凝縮して、
おります。どのラベル、日本酒のラベルがこういった加工して輸出されますと、輸出された先にこの情報が、日本酒を輸出すれば地域を発信するという、文字通りそういったことになります。そういったことを、ここでご紹介させていただいたんですが、このアプリ開発に関わってですね、開発をされた方が今日来てくださっておりますので、ぜひちょっとこちらのアプリのことについてもお話しいただければと思います。岡さん、お願いいたします。すいません、今ご紹介いただきました岡と申します。よろしくお願いします。今回私自身は一酒好きというところから始まりまして、皆様とのご縁もありまして、今回まだ企画中という段階でご紹介なんですけれども、私どもの方のサービスでですね、画像識別サービスを使ったサービスでございまして、それをベースにですね、今回ラベルを識別していくというサービスの方をデモとして作ってまいりました。まずこちらのディスプレイの方をご覧いただきたいんですけども、今この iPhone の画面が映っております。あるボタンを押しますと、こういったカメラのものになりまして、こちらですね、空中であるとピントが合いにくいんですけどすみません、ピントが合いますと、失礼しました。生でやってますね。こういったちょっとたまにミスもあったりするんですが、はい、あちらのブースにもいっぱいいろいろ携帯ご用意してますので、この後ぜひ皆様にもお試しいただければと思います。はい、ですね、本来であれば、これでですね、ラベルが識別されまして、こういったような画面が表示されるというような形になっています。すみません、あちらのブースではもうちゃんと動いてますので、ぜひご覧いただければと思います。でこちらですね、ラベルだけではなくて、いろんな情報がですね、今英語で記載されてまして、外国の方もこちらで詳しい情報をご覧いただけたりですとか、先ほど途中で流しておりました映像なんかもですね、このアプリの中からご覧いただけるというような仕掛けになっておりまして、ラベル、日本酒に興味を持たれた方が、そのまま地元の方の内容にも興味を持たれるというような流れを作っていければなというようなものになっております。はい、私から以上です。ありがとうございました。何かご苦労なエピソードか何かはございますか？そうですね、今もなってしまったんですけど、実は平面のものを識別するのは簡単なんですが、こういった局面っていうのは結構ですね、癖がありまして、今回も皆さんにご協力いただいて、いろんなテストをさせていただいてですね、実現をしております。今後たくさんの倉本さんのラベルを取り込んでいくにあたっても、どんどん技術的な勉強はしていきながらですね、皆さんに簡単にお使いいただけるものにできればなと思っております。実際海外にこのお酒が輸出されてですね、食卓に並んでそのアプリをかざして、こういった映像を見ながら、この映像を魚にしながらですね、またこのお酒をお楽しみいただけるというような、で、そこで会話が弾んで、この地域に行ってみたいね、日本に行ってみたいね、このお料理食べてみたいねっていうような、日本酒の輸出がそれだけにとどまらないことに、このアプリを活用してできたら素敵だなというふうに思っております。またですね、改めまして、せっかく地域を代表するこのサンクラの皆様に来ていただいておりますので、皆様本当に地元、日頃から地元のいろいろな行事ですとか、またその取り組みにもご自分のご商売を超えて、いろいろ貢献されていらっしゃる方なので、地元のことも含めてもう少しお話しいただければと思うんですが、佐浦さん、よろしくお願いします。そうですね、アプリがああいった形で流していただくと、やはりよく、ちょっと平出さんの質問とずれるんですけれども、問題っていいますか、輸出は、日本酒の輸出、多くの方ご承知のようにここ数年急激な伸びを示しているんですけれども、やはりよくお話をいただくのは、日本語のラベルが多くて中身が何だか普通の人は分からないよということで、
もっと分かりやすいラベルにした方がいいんじゃないかということをよく言われます。ですけど先ほどお話しあったように日本酒の蔵元は 90% が中小企業で、量的なことを言いますと上位10社ぐらいで、生産量の 50% を、生産しているという、本当に小さな蔵元が多いというところですと、なかなか独自で特別な取り組みをするのというのは非常に難しい状況ですね。ですから自分たちがこう輸出に取り組んでいく中でも、やはりそういったこうインフラっていうか、自分たちでできることはあるけれども、ただ全体の大きなもっと取り組みじゃないと、なかなか、もっと日本酒を認識を深めていただくための活動っていうのはちょっと難しいかなと思っていました。で業界団体でも今、じゃあどうしたらラベルを見て皆さんに中身が分かりやすいような、何かそのようなこういうことは載せた方がいいとか、こういう形にした方がいいとかっていうような取り組みも調査をしながら今進めているところですけれども、でまた平根さんお話になったように、平根さんがいろいろ温度を取っていただいて、教育、海外で日本酒を、海外の方が日本酒をその現地の言葉で教えていただけるような人材育成も取り組みをしているんですけれども、それはやはり時間がかかることですので、このようなアプリがありますと、伝えられない部分っていうのが非常によく見ていただけるのかなというふうに思って、早くこのようなアプリを登録する銘柄が増えたらいいんじゃないかなというふうに思うんですね。今おそらく輸出をしている蔵元っていうのは、例えば蔵元が1000お酒を作っている1500、600社っていうふうに言われてますけれども、大体その4割ぐらい、600数十社ぐらいなんですね、輸出をしている、あるいは輸出の経験があるというのは。ですからこれを多いというか少ないというか、でもなかなか、思ったように伸びてはいるけれども、ますます伸ばすためにはそのようなインフラ作りが必要だなということを、やっぱり日頃の活動の中でよく、感じているところですね。で宮城県にしても輸出に取り組んでいるところは酒造組合25社あるんですけども、主体的に取り組んでいるところは半分もいかないぐらいかなという状況ですので、やはり増やしていくためにはそのような全体としてのインフラがあるとありがたいなというふうに思っています。すいません、なんかちょっと全く違う話をしてしまいました。とんでもないです。ありがとうございます。いやもう輸出用もそうなんですけれど、これからも東京オリンピックに向かって国を挙げて海外観光客、海外のインバウンドを増やしていこうという動きにもなっておりますので、海外から来ていただいた方々向けにも国内でもこれは活用十分できるんではないかなというふうに思っております。本当に蔵元さん方は、もう何代にもわたってですね、佐浦さん何代目でいらっしゃるね、私で13代目になります。13代目でいらっしゃいますよね。で関谷さん何代目でいらっしゃる、7代目、はい、社田さんは何、一応8代目8代目ですよね。ですからもうもう本当に何代にもわたってお子さんもその次のお孫さんもずっと酒造りに携わるご家族なんですよね。ですから本当にそのまさに地域を代表する、そのこのお酒自体が地域を代表すると言ってもいいような存在であるかなと思います。でまたちょっと戻りまして、その地域のことですとか関谷さんお願いします。はい、地域って非常にやっぱ地酒っていうのは地域と密接に結びついてまして、特に原料が米ですので、いわゆる農業ですね、こういったものとは切っても切り離せないと。で特に地方の農業っていうのはかなり疲弊してたりとか高齢化が進んでますので、そういうものに対する、その振興の一部をお助けすることであったりとか、あとはその担い手になるということからすると、非常にこの酒蔵っていうのは親和性が高いというか、その一つのこう何かを提供できるその組織というのが、いわゆる業種の一つだと思うんですね。で、その原料米に限らずともこう多分佐浦さんのところやシャタさんのところでも梅酒とかも作ってると思いますけど、そういう梅酒とかリキュールといったそういったものもやっぱ地元の農産物っていうのは切って切り離せないですし、あとはその酒ツーリズムって最近言われるようになってきますけど、それだけじゃなくてやっぱその農業ツーリズムというか、いわゆるグリーンツーリズムっていうんですか、そういったものともこう少しこうリンクしているというか、どちらかというとこう米も作って酒も作ってみたいなのっていうのはとてもコンテンツとして魅力があると思いますので、
そういったことをですね、あの酒屋がみんなが取り組むと、きっと地方にいろんな外国人が来たりして、あのその非常に活性化がする一つの要因になるんじゃないかなと思いますね。とあとやっぱり酒屋っていうのは、その自分のところでお酒もあの売るところまでやりますので、まあ、いわゆる6次産業化というか、そういった部分もあのできる業種ですので、そういった意味でも非常にこう地方を活性化するのに、こう酒屋っていうのはいいと、というか 役立つ産業だと思います。とかくあの日本酒輸出って言いますと、こう日本酒を売るだけっていうふうなところを捉えられるとですね、まあ、輸出して国にいくらお金が入るのかっていうところだけにスポットが当たってしまうと、ちょっとつまらないものになってしまうと思うんです。今日皆さんにぜひ見ていただきたかったのは、日本酒をこう外に出すことによって地域を紹介することができる、またその地域の文化やそういったこともまだまだ海外に日本酒がよく理解できる人材がまだ今一生懸命育てているところですけれども、将来図といいますか、そういったことも含めてここでちょっと感じていただいたり、可能性をですね感じていただけたらどうか。実際問題、その先ほど繰り返しになりますが、フランスワインは、半分ほどが輸出して8000億円もの外貨を稼いでいるわけですし、観光客もですね、フランスは8000万人だそうです。ですので日本が1300万人ぐらいというか、これ のもう4倍以上、5、6倍もの人たちがフランスを訪れて、そして親しんでお金を落としている現実があるわけですので、それを日本酒で、そのワインにも勝るとも劣らない品質を持っている日本酒で、また今国がこれだけ応援してくださっているわけですから、実現できないわけがないというふうに思っております。シャタさん、シャタさんでは地元の取り組みですとか、はい、これから何かこういったことが問題なんだというようなことがありましたら、はい、そうですね、まず海外に行ったときにお酒の説明をするときには地域性というのが非常に大きく問われます。君のところはどういうところで作ってるんだっていうとですね、まあ、石川県の、白山市というところですというところで、説明が入ります。これは多分ワインやってる方が多いと思うんですけれども、ボルドーとかブルゴーニュとか私もよくわからないんですが、そういう地域性というのを重要してるからだというふうに感じてます。で、翻って私どもの、石川県を見てみますとですね、今度3月14日に石川県が待望の北陸新幹線の開通というですね、京都の方にはあまり関係がないんですけれども、東京からはですね、格段に交通の便が良くなるという、ことがございます。東京ではですね、首都圏の方では、何でしたか、安さんでしたっけ、出てらっしゃって、金沢の PR よくしていただいてまして、3月14日のですね、開通前に、まず多くの方が今金沢に観光に来ていただけるようなですね、まあ、いい循環が回ってます。そのような形でですね、私まず日本酒を世界にっていうこともあるんですけども、まず先ほどおっしゃったようにインバウンドというか、お客様を、海外のお客様を地元に呼び込むというのも一つ重要なテーマであると考えてます。ということで石川県ではですね、石川県酒造組合連合会中村会長のもと、酒マルシェというイベントをやりまして、海外のですね、お客様、首都圏のお客様をですね、石川県に、去年は1万人おいでいただいたんですけれども、今年は2万人呼ぼうというイベントをやっておりますので、10月24、25両日やらせていただきますので、ご来場お待ちしております。以上です。ありがとうございます。シャタさん、そちらの実行委員、自己委員やってますね、はい、汗をかいてらっしゃるわけですね。もう本当に多くの蔵元さん方が、ご自分のご商売よりも JC が優先なんですよっていうような言葉をよく聞きます。もう本当に地元に尽くされてるなと思いますし、例えばこれからお酒がものすごく世界的に売れるようになってだとしてもですね、蔵元さんたちは産業を空洞化させるようなことはなく、必ずその地元を豊かにするような
お取り組みをしてくださるんじゃないかなっていうふうに思っております。そろそろお時間にもなってきたんですけれども、本日は今回日本酒を世界史への分科会にご参加いただきまして誠にありがとうございました。日本酒は私たちが大切にしてきたお米ですね。お米を磨いて、また、豊かな水資源、この一本のお酒を作るためにこれの20倍ほどのお水を使うそうです。ですから砂漠の国のような人たちにとったら、それもう一本作るのに20倍のお水を使うということ自体、大変贅沢なお酒ではないかと思っております。またそのお酒を作るにあたっても、日本人の繊細な感性が生かされて、酵母のお世話ですとか、そういった杜氏さんの技を集めた、芸術品とも言えるようなお酒ではないかと思います。これをこの価値をですね、世界にきちんと伝えて、またその市場の方々の視点や、また価値観も学ばせていただきながら、現地の方々にも本当に親しんでいただけるような取り組みというか、自己満足にならないようなプロモーションというのを今後も展開できたら、理想かなというふうに思っております。またそのこうしてお酒が今のフィルムでも見ていただいたように、本当にその大量生産がなかなか難しい、急に売れると言っても、じゃあ来年倍作ってくださいと言ったら、農産物ですので取れたお米の量しかできないっていう、農産物のような飲み物ですので、そういったその価値観というものをきちんと伝えて、日本のお米に関しても付加価値をつけていけるような海外プロモーションができたら理想かなというふうに思っております。またその先に、その交流から日本の国にですね、多くの地方に、その作っている人たちに会いたいですとか、それから、そこの特産品と、そのお酒に一番合う特産品と、このお酒を楽しみたいっていうようなムードをですね、お酒を広めるとともに広めていくことが、大きな国益や地方への送客ということにつながっていくと思いますし、それがもう本当に地元にずっと尽くしたいと思っていらっしゃる蔵元さんたちのお気持ちかなというふうにも思っております。そういったことを一つ一つ積み重ねていければと思っております。今日はこんなに大きな舞台をいただきまして、本当に多くの方々に、幅広い層の方々に、またはその和食の一部として、日本酒にこういった場をいただいたことも含めまして、厚くお礼を申し上げたいと思います。また皆様におきましては、今後ともぜひ、日本酒おいしいです、またそれから、地方を元気にする可能性を秘めています。そういったところで、広くご支援を賜れたらと思います。本日は誠にありがとうございました。